ドルバダーン城はイギリスの画家ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナーが1800年に描いた絵画ドルバダーン城、北ウェールズともロンドンのロイヤル・アカデミー・オブ・アーツに所蔵されている本作は1800年のロイヤル・アカデミー展に出品された展覧会のカタログにはターナーが自ら作った詩が掲載されているその中に登場するオーウェンは ウェールズの王子応援であると考えられている。ドルバダーン城は、ウェールズの北西部に13世紀に建造された城であり、その石造りの円柱形のキープの廃墟が岩山がそそり立っている中に描かれている。応援は、兄弟間の権力争いに敗北し、弟の手によって1255年から1277年までの23年間、ドルバダーン城に遊兵された。 そのことの虚しさを表現するかのように、画面は全体的に陰気な雰囲気や厳粛さを持って描かれており、手前に描かれている人物は山々が雄大であるのを強調するかのように極端に小さくなっている。法政大学教授の荒川優子は、岩山の険しさや明暗のコントラストを強調するだけでなく、人間の運命や歴史の変遷といった要素を織り込むことにより、 単なる風景画を超えて歴史画の領域に近づいていると評価している。ドルバダーン城1799年から1800年、ウェールズ国立図書館像ターナーは、1798年及び1799年に立て続けに北ウェールズ地方を訪れており、ドルバダーン城及びその周辺を多数のスケッチに描いている。ドルバダン城色彩は、 1798年から1799年頃に描かれた水彩素描であり、テートギャラリーに所蔵されている。この集作は、1798年に描かれた鉛筆スケッチをもとに制作された。薄い青色の下塗りを紙の全体にいった上で、ウェールズのスノードニアの山並みを遠くの方に望む広く大きい眺めを描き出している。ドルバダーン城。 北ウェールズのための構図集作は、1799年から1800年頃に、チョークを用いて描かれた集作であり、デートギャラリーに所蔵されている。円柱形の塔のシルエットが逆光の中に浮かび上がっている様子に、スポットが当てられており、ターナーが光と色彩を組み合わせて、絵画を制作していったことは、本作によって伺い知ることができる。ありがとうございます。